初代ロムニー博ヘンリー・シドニー初代ロムニー博ヘンリー・シドニーはイギリスの貴族、軍人。第2代レスター博、ロバート・シドニーと第9代ノーサンバランド博ヘンリー・パーシーの娘、ドロシーの息子。兄に第3代レスター博、フィリップ・シドニー、アルジャーノン・シドニー。姉に初代サンダーランド博ヘンリー・スペンサーの妻ドロシーが、おり、第2代サンダーランド博、 ロバート・スペンサーは老いにあたる。1679年に議会に入り、同年にオランダを訪問して、ウィレム3世に接触して親密な関係を築いたが、1683年に、ライハウス陰謀事件で、兄のアルジャーロンが処刑されてからは、イングランドとオランダとの間を行き来して、イングランド貴族の支持者を増やしていった。1688年6月、 第12代シュルーズベリー博チャールズ・タルボット。第4代デボン・シャーン博。ウィリアム・キャベン・ディッシュ。初代ダンビー博トマス・オズボーン。第2代、ラムリー・シシャク・リチャード・ラムリー。ロンドン主教ヘンリー・コンプトン。エドワード・ラッセルら6人の貴族と共に、ウィリアム3世への昇平状を書いた後に、オランダへ、都会。11月に、オランダ軍と共に、イングランドへ上陸して、ジェームズ2世を追放して、 名誉革命を成し遂げた。翌1689年に、ウィリアム3世、メアリーに世夫妻が即位、恩賞として、シドニー施策に助釈されて、数密院に入り、第一コノの F 評連隊隊長に任命された。ウィリアム・イト戦争で、ウィリアム3世に従軍して1690年の母ン側の戦いに参戦、同年に、ハーグへ特使として派遣され、 1691年に、五皇、長官、1692年から1693年まで、アイルランド総督に任じられ、1693年に、兵坦武装官に任命、1694年に、ホイック党政権に加わり、ロムニー伯爵に助爵されるなど行動された。しかし、1702年に、ウィリアム三世が死去、アンの治世では、兵坦武装官を、 解任ご校長官を、ンの夫のカンバーランド校常時に交代させられるなど晩年は不遇であった。1704年に63歳で死去。独身で子がなかったため、借位はすべて消滅した。ありがとうございます。